Hey guys! 英会話スクール、イングリッシュパートナーズのあきらです。功績、英語では、achievement。音節は3つで、achievement になります。アクセントは E につけますので、そちらを強調して、achievement と言ってみてください。それでは一緒にやっていきましょう。achievement。はい。はい、OK です。そしてこちらは名詞になります。続いて例文を一緒に練習してみましょう。 彼らの功績は私たちに刺激を与えた。They inspired all of us by their achievement. はい。はい、OK です。功績。英語では achievement。ぜひ練習して覚えてみてください。出張英会話レッスンなら English Partners で検索、オンラインレッスンもやってます。